皆さんこんにちは。ネットトススアナリスト横田修林です今日も人工知能 AI について考えていきたいと思います。実は昨年のですね4月に書いた動画ブログなんですけど、まあ、ポッドキャストの方でちょっと Google のですね人工知能 AI のツールを紹介していますのでこの流れでちょっとまとめて紹介しておきたいなということで。 えーまあ、昨年の4月は、ポッドキャストもやってませんし、ということで、改めてね、えー、動画を撮っておきたい,い、ポッドキャストを撮っておきたいというふうに思うんですけど、それが、えー、絵を描いている途中でですね、Google の人工知能 AI が、補正したイラストを表示して、表示することができるというですね、オートドローというツールがあります。まあ、これ詳しくは、まあ、オーートドローで検索するか もしくは僕のブログのですね2017年の4月の17日のを見てもらえれば記事を書いてますので参考にしていただきたいと思うんですが、まあ、絵を描いている途中に例えば猫の絵を描いているとで猫なのかネズミなのかわからないような下手くそな絵を描いている時にあの上にですね候補で 猫の絵とかね猫の正面から見た猫の絵とか、まあ、横から見た猫の絵とかもしくは猫じゃなくてライオンだとかいやライオンじゃなくてネズミなんだとか、まあ、実は猫じゃなくて、うんまあ、例えば人間なのかとかっていう候補が出てくるんですねでこのツールはおそらく Google が無料で提供しているサービスなんですけどみんながその候補をこう上げていくとですね あ私下手くその猫、ね、根ねねを描こうとしてたけど上のね候補にあるイラストをポチッと選ぶと猫って選ぶとですねあこの下手くそな絵は猫なんだっていうことを学習できるわけですねつまり最初にお題を与えていないんだけどみんなが自由に描いている絵の中で Google が候補を出してきてでそれに対して正解を教えてあげることができるこれは 子供がですね、例えば、あの、なんかよくわからないんだけど、小さい時の経験の中で、あの、猫のことを犬っていうふうに覚えてて、で、猫を指さして、犬だとかっていうとですね、お母さんが違うでしょこれ猫でしょとかって言ったら、あ、そうなんだ。こういうのを猫っていうんだ。とかって、学習するのと同じなんですよね。 だから今、その AI に指していることっていうのは、みんなが候補を選ぶことによって、正解が分かっていくっていうようなことを学習していくことができるわけですね。まあ、そういう意味で、このオートドローっていうツールも面白いツールかなと思いますので <laughs>、すいません。よかったらね、使ってみてください。ネットビスアナリスト、横田修理でした。ありがとうございました。ではまた明日。